台風11号の影響で埼玉県桶川市では増水した川に女子高校生が流されたとみられていて警察による捜索が続いています。現場から中継です。安藤さん。はい。こちらの用水路ですが、昨日に比べると水位が2メートルほど下がり、流れもかなり緩やかになっています。こちらの場所からですね、3キロほど上流の場所で自転車を押していた人が流されたと昨日通報がありました。 警察などが今朝から135人体制で捜索を続けていますが、今のところ手がかりはないということです。また警察によりますと市内で女子高校生1人が昨日から行方がわからなくなっているということです。女子高校生は用水路近くの道路を通り登校していたとみられ、警察は流されたのが女子高校生の可能性もあるとみて行方を探しています。